どうしたの？あ、はるかだ。どこ行くの？ちょ、待ちなさい。あ、追っかけて行った。ちょ、この君、ちょっと邪魔だよ。絶対なんかアイテムあるじゃん、ここ。ほら、ほら。ほいー。水星のかけら。なんやこれ。超レアそう。隕石がすごい降ってくるんだ、ここ。ここ。貴重な骨。これカラカラに持たせると威力上がるやつ？違う？売ると高いやつかな。貴重だもんね。また、またある？ん？こっちの、あ、こっちの方？わからん。力の粉。何やこれ。初めて見たぞ。あっち側。あーじゃあ、もう取れないとこだ、これ。ねえ、あそこだ、あそこ。このなんか、画面端みたいなとこ。とりあえずこれ壊しとこ。アイテム出てこい。ポケモンが出てくるってこととかあんのかな。何もなかったアイテム。ね、岩を砕いたら石粒で出てきたのか。怖いな、それ。ああ、出てきた！誰だ？石粒出た！マジかよ、お前。面白いな。アイアヘッドや。砕いたろ、砕いたろ。これレビュー10だよ。へえ。あ、そういえばね、あやめって、どうなんだろう。ちょっと待ってね。あやめってレベル17か。低いんだね、結構。頑張ってもらわなきゃ、あやめには。期待のエースだからな、ほんと。秘密基地の穴いっぱいあるんだけど、ここ。どうなってんだ？よし。さあ、はるかを追っていこう。おっちゃん。もう、的確に避けてるんだけど、大丈夫かな？怒られないかな、俺。さあ、岩砕き。へい。星のかけら、これが欲しかったんだよ。星だけに欲しいって。ふっ。さあ、すごい大きな隕石の跡を越えて、これ戦わなあかんおっちゃんやな。戦おうか。やっほー。おっす、俺が言ったよ。さて、勝人が勝負を仕掛けてきた。ワンリキあやめかよ。おいおいおい。怒るメタング。さて、格闘タイプ。ちょっと辛いですね。ですけど、エスパーの技ありますので、連れて行こう。ほら効果抜群。効いてる効いてる。よし。さあ、レベル帯が23ぐらい。俺が持ってるワンリキよりもちょっと強い感じですよね。はい、なんとかしなきゃ、これは。ワンリキー、ね、レベル上げなきゃね、あやめ。てか、秘密基地の穴、なんでこんなあんの？そこにもあるし、ここにもあるし。どういうことなの？システムがようわからへんわ、俺、このゲーム。ねえ。なんか、これのなんか違いとかあるんだったら教えてください。間取りが違うってだけかな。石粒で出てきたよ。いらん、お前なんか。メタンク。レベル10とかでしょ？操作工じゃん、15だ。バレットパンチで終わるっしょ。パコ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 。どうっす？よっしゃ。さあ、これで今から流星の滝入っていきたいと思います。なんもなかった。入ろうか。なんだか光った急に。ここ？違う。さあ、この流星の滝。ねえ、洞窟内ですので、歩いていたらポケモン出てきますので、気をつけようか。さて、出てきたポケモンは洞窟の中、ズバッとですね。洞窟ポケモン。洞窟ポケモンじゃない。洞窟によくいるポケモン。ね。ほら。さっさと死んどくれ。ワンリキーに戦ってもらうか、こういうやつら全部。ねえ、学習装置ってさ、戦闘のポケモンが一番経験値もらえるで一応いいんだよね。多分、みんな、なんかレベル的に考えて。多分そんなシステムっぽい。メタングが、キマリのレベル抜いてるしね。で、あやめ戦闘で、雑魚敵とか頑張ってもらおう、当分。あ、ちょ、これは、あやめ頑張れるか？頑張ってみるか？ちょっとあなた！スライシ博士話しなさい！うひょ？なんでしょうかね、このヤブカラ棒にこのチャイルドは。ダイダラ君来てくれたんだ。あっちも二人、こっちも二人。戦って！いいよ。サンキューって軽いな。
うひょひょひょ、こりゃけったいな。たった二人で、私マグマ団リーダー代理の本村さんに歯向かうおつもりで、まあよろしい。ここは一つ大人の恐ろしさをうひょ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 とっくりコーチングして差し上げましょう。ひょ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 、ライダー君との初めてのタッグ頑張っちゃうんだから、いくぞ。さあタッグバトルです。ポケモン1匹ずつ出し合ってのダブルバトル、行きましょう。下っ端のマグマ団の女の子かわいいな。さあグライナとドガースですね。よっしゃ、あやめに頑張ってもらおう。威嚇はいやらしい、俺が好きなやつだ。さあ攻撃力下げられたたまったもんじゃねえんだけど、さあローキックでね、グライナーの足腰を痛めつけよう。バーンアウト、やめろ、痛い。あやめは効果今一つだけど特効が下がる。さあ攻撃力と特効両方下げられて勘弁してくれよって。さあ水の波動で大ダメージといかない。さあ自爆、お前ふざけんな、いってー。うわ1のことよかった。さあドガースは死ぬ、バイバイ。あやめレベルアップおめでとう、よく頑張ったな。あいつクソ野郎だわ。さあ焼き鳥レベルアップおめでとう。ローキックおら。さあ効果抜群だけどあんま良くない。さあ素早さ下げる技です。さあこれでドガースいなくなったのでね、もうあとボコボコにしましょう。これいけるな、倒そう。あグライナ素早さまだ負けてたか、やっちゃった。俺の判断ミスであやめを殺してしまった、すまん。あやめ、渦潮、あ全然食らわねえ、渦の中に閉じ込められたね。はい、じゃあとりあえずポケモンを変えていきたいと思います。メタング幸運の矛を持ってるので強い。くそあやめ回復してやりてえ。バレットパンチ、これでグライナー落とせます。オッケー。でももう一匹ポケモン残ってるよね、ホムラさんって人。ホムラちゃん、何でドンメルか。さあ炎タイプですのでね、地鳴らして終わらしましょう。あーっとホエール子も食らってしまう、怒られるなこれは。めっちゃやめてやめてやめてって顔してるもん。アイアンヘッド、あアイアンヘッド今一つだ、やっちゃった。でも大丈夫、これはチームプレー、これだ。よーし半分与えて残りよろしく。かわいそうリンチだったね。さあ下っ端とホムラードの勝負に勝った、強い6000円、やべえ、どんだけ金持っとんねんお前。マグダマも儲かんねんな。うひょーん、予想外やったね。うー、チャイルドたち邪魔しないでいただきたい。科学力と煙突山のエネルギー、そして隕石の力が合わさればかの超古代ポケモン。なんだガキンチョ相手に無様なもんだな、マグマダのヘダレども。誰だ、うん、 BGM が変わった、青いなやつ、すげえ FPS 指定になった。海賊、おっさんやな。うひょう、アクア団まで登場ですか。アクア団、あサファイアの方は違うんだね、敵がマグマ団とアクア団っていう風に。とりあえず隕石をギョイ、うわわわわわわ、隕石よこせ、うわわわわわわ、博士隕石 in my hand。 それではアディオス皆様、いざ煙突山へ。ちょ待て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 、チー、えなんやお前やんのか俺と。ほう、ガキンチョの割にはいい面構えしてんじゃねえか。俺は青霧。な、おにぎりみたいな名前やな、お前。ポケモンにとって理想郷を世界に取り戻すためのチーム、アクアダのリーダーやってるもんだ。てめえ見た ところもアクアダのやつをやり合ってみてたからね。覚えとけよ。アクアダを邪魔するようだったらただじゃ怒ねえからな。あばよ。なんや、あいつ。でも、マグマダンはリーダー誰なんだろう。あいつ代理だったよね。
そう、いろんな人が出てきてわけわかんない。全く同じ感想だわ。大丈夫博士、さ、研究所まで帰ろう。あ、もうパッと返してくれるんだ。探索してないんだけどな全然探索してないけど、まあいいが、また来ることあるでしょ。波乗りとか覚えてから。ただいま。さあ、町に帰ってきてね、博士意識取り戻すかな。煙突山まで行かなきゃいかんからな、この後。ああ博士、よかった、この子たちのおかげでなんとか。さっきの人たち隕石使って何するつもりなのかな。悪者って感じだよね。ダイダラ君のポケモンたちなら全然心配しないけど、君たちありがとうよ。この技マシン受け取ってくれ。撃ち落とす、いい技だ。飛行タイプにね、かなりダメージ与える技だよね、これ確か。さて、どうする？ジムを目指そうとしてる。近接シティのジム。え、行く行く。え、連れてってくれんの？あー、パッと行ってくれた。あ、そうか、ジムもうここ、戦い終わってるわ。流星の滝で戦った、煙突山も近いねっていう。ありがとう。ね、二人旅も楽しかったね。オッケー、じゃあ今からね、煙突山目指して頑張りましょうか。でも回復しないと。今から煙突山行こうかと思うんだけど、ちょっとこのおっちゃんねえ、聞きたい話。緑の芝で寝転がると気持ちいいよね。まあそうだね、うん、あと思ったんだけど、シャボン玉乗ってメルヘンになりたいなりたいね。メルヘンだな親父。砂浜に書いた文字は消えちゃうのが悲しいよね。それは別に思わないかな。オーパワーあげようってね。で、前ね、この近接シティでオーパワーもらったんだけど、このおっちゃんがここにしかいないみたいなんだよね、ほんと。ねえ。なんで、他の親父にも会うかもしれないねって。バイバイ。ね、なので、近接シティに、1日1回かな？ 1 日とかはわかんないけど、ちょこちょこと、ね、ポケセン行ってオーパワーみんなもらってみてください。はい、それでは今から行くのは煙突山です。煙突山に行って、何をするんでしたっけ？忘れました頑張っていきたいと思います。勝ち抜き一家のね、ところを抜けて、この先だったっけ、確か煙突山があるのはね。行ってみよう。ピピエイド、ピピエイドとかも入ってんのこれ、めっちゃええやん。よっしゃ、ここでええんか。もうこれ特攻、それは分かった。さて、トレーナーたち、どこまで倒したかあんま覚えてねえのでね。慎重に行きましょう。さあ、なんかいる。倒した多分。倒した、倒した、倒した、倒した。倒した、倒した。倒した、倒した。さあ、煙突山到着しました。でも、怪力使えな、あ、ロープウェイだ。そうだ、これだ。ロープウェイの前をマグマ団がなんか封鎖してたんだよね。そこを通れるようになってるんで、ここから、行けるはず。こっちだよな、こっち。いくら？使う使う。お金かからんの？え、めっちゃいいやん、お金かからんの。俺ね、前どっか行った時ロープウェイ乗ったんだけど、かなりお金取られたよ。箱根だっけな。箱根の山をロープウェイで登った時、すげえ取られたけど、かかんないんだね。いいね。ポケモンの世界は、公共料金とかどうしてんだろうね。姉さん、ありがとう。ありがとうございました。いや、こちらこそ。傘で乗せてくれてありがとうございます。私は知っている。受付嬢の、乗り口の受付嬢は双子。降り口も双子。確かに、振り卒やな。四つ子じゃないの、あれって。大丈夫？火山灰がすごいことになってる。何してんの？アクア団とマグマ団が勝負してるんだ。うしゃー、ブーホー。どっちもポチエナやないか、これ。こっちやないか、そっちも。ちょ、下画面よく見たら今映ってませんね。すいません、ちょっと。あ、下画面ここないのか。え？ないこと、ないんだけど。ちょっと待ってね。はい。お待たせしました。下画面ちょっと、ね、つけれなかったんでつけときました。OK です。それではこの山をね、今から登っていきたいと思います。ただ何もないかな。あ、また戦ってる。至るところで戦ってるんだ。隕石にはすごいパワーがあるのだ。マグマダメ、陸を増やすなんてさせるかって。あ、これは、リーダーが、3対1で負ける。これも負けるやろ、これは。行くぜ、マグマダウンとも。いや、さすがにそれは無理でしょう。
アクア団をぶっ潰せって。ねえ、アクア団は、大地を増やそうとしていて、マグマ団は大地を増やそうとして、アクア団は、多分、海を増やそうとしてるんだよね。いや、どっちも困るんですけどね。今のままじゃダメなの？ねえ。さあ、下っ端、ポチエナ召喚。ぶっ潰してやるぜ。いけ、あやめ！あやめは強いぞ。ポチエナ、よし。格闘、ノーマルタイプ、アクタイプかな、多分。なので、ローキック。オール！さすがに抜群やろ。いいね、一撃！あやめ、強くなれよ。ドーガース！アクタイプと毒タイプでしょうか。ね。変えましょう。怖いので。変えときましょう。さあ、お金2倍もらえるために幸運のお香を持ってる。メタング、行ってこい。メタングだけガンガンレベル上がっちゃうな、これ。いいぞ。よし。どうしよう。冬やったよな、確か。まあ、アイアンヘッド行こう。潰せ。いいねー。あ、耐えやがった、こいつ。痛い。効果抜群。ダメ押して何タイプ？格闘かな今の感じで言うと。よいしょ。さあ、バレットパンチで落としましょう。バレ。よし。さあ、これでね、メタグロス。じゃあ、メタングじゃない。メタングちゃんが、レベル32。もう30代だよ。やばいよ、これ。あれ？俺負けたの？雑骨。さあ、マグマ団とかね、こういう悪い組織は、みんなね、悪タイプのポケモンよく使うんだよね。あ、これって、ホモラちゃんじゃん。どうしたの？うひょ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 、お前、流星の滝で私のホモラ様を邪魔した。またしても邪魔するつもりですか？ぬ、本当に、しつこいチャイルドですね。握りつぶしてあげるよ。二度と邪魔できないようにね。目開いた、こいつ。怖い。さあ、マグマ団の幹部、ホムラが勝負を仕掛けてきた。ドガース。ドガースなの結局。いいよ。そんなんじゃ俺は倒せねえぞ。あやめ。頼むぞ。自爆っておい！ふざけんな！耐えた耐えた、よかった。ちょ勘弁してくださいよ、それ。さあ、やめ。リベンジを覚えたい。いるいる。リベンジってなんだっけ、これ。受けていると、ダメージが2倍になる。いい技ですね。何がいいかな。ファーストガードいらねえな、忘れよう。で、リベンジ、いい技ですね。一回受けてから殴ると強くなるってやつ。さあ、ローキックは決まらない。ドンメル。さあ、炎タイプ、地面タイプですね。よし。困った。結構硬いはずだから、やっぱメタングしか言えな。やっぱメタング優秀だな、ほんと。優秀だな。水タイプがいねえからな、今、俺のパーティーには。水タイプがいねえから、炎とか出てきたら困るんだよね、ほんとに。地ならし。まあ、今持ってるね、メンツの技で、ある程度の属性はね、網羅できてるかなと思います。頑張るぞ、い。ひまわりレベルアップ。いいね。4800円。ありがとう。やっぱ君たち強いですね。でも残念でした。隕石はすでにリーダーズハンド。リーダーはどこかって、この先でーす。あなたたちだぞ、もうめったくそのめためたのコテンパンに乗されてしまえばいいのですよ。ひょ。さあ、リーダーってやつがこの先にいるそうですね。ちょっとあやめが頑張ってもらいてえから、傷薬使っとこう。あやめ、あやめ頼むぞ。期待してるぞ俺。木の実も使っとこう。さあ、これで体力1000回復したぜ。負けへんぞこれ。お前はリーダーか。